大桑層は石川県金沢市から富山県小矢部市にかけて分布する新生代第四期前期の地層であり水酸化鉄イオンを含む最流砂岩で構成されている。模式路島が石川県金沢市大桑町の大桑貝殻橋から大桑橋までの西川川どこまで広がる。模式路島の大桑層は層圧約二百十メートルで岩層、海化石群集から下部。 中部、上部に分けられる。各部は、さらに4.1万年周期の地軸の傾きによる、氷河性海水準変動に起因する、体積シーケンスの累重からなる。これらの体積シーケンスは、酸素同位体ステージ56から21.3に、対比される。典型的な体積シーケンスは、総圧が約7メートルで、海より海化石密集層、桃太の良い最流砂岩、 泥質再流極再流砂岩、桃太の良い再流砂岩の順に重なる。密集層規定の侵食面は、ラビンメント面で、シーケンス境界、改新面でもある。一つの堆積シーケンスでは、貫水形種を主体とする海化石群集から、断水形種を主体とする海化石群集へと変遷し、再び貫水形種を主体とする海化石群集が、現れる。 この海化石群衆の変遷は一つの堆積シーケンスの堆積深度は約20から30メートルから約100から120メートルまで変化したことを示唆する。最後は多くは層で発掘された海の化石。多くは層の海化石群衆の変遷はまた、魔表記ごとに津島海流が日本海に流入するようになったのが酸素同位体ステージ59からであることを示唆する。これは、 日本海南方海峡が1.7間に出現したこと、つまりこの時から日本が現在のような当初になったことを意味する。現在の津島海峡より西1 5 0トルに位置するチェジュ島の化石記録から南方海峡は津島海峡より南に位置し、その形成過程は今頃に始まったフィリピン海プレートの沈み込み方向の変化に伴う、 沖縄トラフ北園部のリフティングに関連すると解釈されている。2014年5月10日、クジラの頭骨の大部分が原型をとどめ発見された。過去にも断片的なクジラの骨は見つかっていたが、今回の発見ほどの大きなものはなかった。下顎を地表に向けた状態で、体長は約1.9メートル、幅約1.3メートル。発見者は三重大学准教授。 栗原幸人とと、楓達えでボランティアスタッフで、二人が、多くはそうを調査中、楓えでが、脊椎動物の化石を発見、石川県立自然史資料館が連絡を受け調査、クジラの後頭部にある、腸骨砲を確認しクジラ類と判断。7月14日には発掘現場で、学芸員、専門家らによる、マスメディア向けの説明会が開催された。 平口哲夫日本セトロジー研究会北陸支部長は大きさやと形状からヒゲクジラアモクに属する判断。ありがとうございます。